スタート。今日午前9時ごろに福岡市の大濠公園でスタートしたロードレースザ・ファースト・イン・福岡。この大会は世界で戦えるアスリートの育成を目指し、プロランナーの大迫傑選手が立ち上げました。2回目の開催となる今年も、国内外のトップ選手をはじめ全国から中学生や高校生が参加。解説としてレースを見ていた大迫選手は、いい天気ですね。僕自身も走ってる姿を見ると、ね、なんか走りたくなりますよね。会場には東京パラリンピック金メダルの道下美里選手の姿や、男子5キロでは西鉄に所属する設楽悠太選手が出場し、会場を盛り上げました。